ローマのパンテオンのポルチコ神殿の平面図、ハッチングがプロナオスポルチコは、建物の玄関に導く、あるいは中列として広がるポーチであり、柱で支えられるか壁で囲まれた、歩道上に屋根がある構造である。この概念は古代ギリシアでまず現れ、西洋文化の大半など多くの文化に影響を与えてきた。ポルチコの特筆すべき例としては、 アメリカ合衆国議会議事堂の東、ポルチコ、ローマのパンテオンを飾るポルチコ、およびユニバーシティカレッジロンドンのポルチコがある。イタリアのボローニャがそのポルチコで、大変有名である。全体では 45km 以上のアーケードになっており、市内中心部だけでも 38km ある。世界で最長のポルチコは、市の橋からマドンナディサンルカ教会までのもので、 約3 5トルある。イタリアのトリノではポルチコが1 8トルにわたって伸びている。16世紀イタリアの建築家アンドレア・パラーディオが宗教建築の寺院正面に使ったことでは先駆者だった。イギリスではハンプシャー州のザバインに適用された寺院正面がイギリスのカントリーハウスに適用された最初のポルチコだった。プロナオスは ギリシアやローマの神殿のポルチコの内側であり、ポルチコの柱あるいは壁とセラすなわち、神殿の玄関との間の部分である。ローマの神殿では、開放的プロナオスであり、通常柱だけで壁がなく、プロナオスはセラの延長であり得る。プロナオスという言葉はギリシア語で、ーンの前という意味である。ラテン語ではアンティカムあるいは、プロギマスと呼ばれる。 ポルチコの種類は使われている柱の数で名付けられている。ローマのポルトゥヌス神殿、4本のヨニア式柱の4、中式ポルチコである。4中式は柱が4本ある。古代ギリシアやエトルリアで公共建築物のような小さな建物に普通に使われ、ポルチコが前後両面にある。古代ローマはポルトゥヌス神殿のような疑似集中式の寺院。 ウェムスとローマ神殿のようなポルチコが前後両面にある寺院、またマクセンティスコンスタンティンのバシリカのような大きな公共、建築物の全中式の玄関ポルチコにお柱のポルチコを好んだ。ローマ族州の州との例えば、ボルビリスのカピトリーヌ寺院でも四中式を採用した。アメリカ合衆国のホワイトハウスの北ポルチコはおそらくアメリカでも、 最も著名な4中式ポルチコである。6中式は6本の柱があり、アルカイック時代起源前600年、内市550年から、ペリクレスの時代起源前450年、内市430年の間に、正当的ギリシア通り屋敷建築で、標準的ファサードだった。ギリシアの6中式アグリジェントの6、中式コンコルド寺院。 紀元前430年頃古典的、ドーリア六中式ギリシア人員のよく知られた例は以下の通りである。六中式はアテネのアクロポリスの丘にあるエレクテオン、デアテーナー祭壇の全中式ポルチコのようなイオニア式神殿にも採用されている。ローマの六中式ギリシャ人が南イタリアに植民したことに伴い、エトルリア人によって六中式が採用され、その後、 古代ローマに引き継がれた。ローマ人は高い柱のある、疑似集中式や前後ポルチコの建物を好み、かなりの高さによって与えられる行業しさや、存在さを付け加えることで円盤を作り上げた。フランスのニームにあるメゾンカレは、古代から残っている、最も保存状態の良いローマ人員であるアテネの、パルテノン神殿西側8中式は8本の柱がある。 古代ギリシア建築の規範では六中式よりもかなり少ない。古代から残っていて最もよく知られている八中式。建築物はアテネのパルテノン神殿であり、ペリクレス時代に建てられた。また、ローマのパンテオンもある。アウグストゥス崇拝の中心であるローマの破壊されたディウス・アウグストゥス神殿は2世紀のローマ貨幣に八、中式で建てられていたと描かれている。 十中,中式は十本の柱がある。ミレトスのアポローンディディマエウス神殿やユニーバーシティカレッジロンドンのポルチコがある。ボローニャのサントステファの広場に近いポルチコ。ありがとうございます。